はい、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、クロウに戦ってみます。このパーティー行けたっけ？全員宝石系ですね。どうだったかな？これで圧倒できれば、一番楽勝なんだけどね。クロウニの素早さにどれぐらい対応できるか、それがちょっと問題ですね。一応全員鬼人のバッジつけております。で、攻撃力が下がっても問題のない、サファイニャンを前線に入れてますけども、どうだろうね。359でしょ。1発は耐えれるけども、2発は耐えれない。だからまあ、食らって回復して、食らって回復して、その繰り返しでいけるにはいけるんだけども、まあ、素早さがどれぐらいなのか、まあ、それが問題っすね。もしかしたら1年前、これで戦ったかもしれない。もう覚えてないんだ。はい、まあ、行きましょう。クロウには出ております。どうだ？そっちか。一応ちょっと逃げよう。一応出口の方までは進んでいきます。ああ、余裕で逃げれるね。余裕で逃げることができる。危ない。危ない。あ、捕まる。ダメか。スタミナが足らない。次に戦いましょう。いきます。どうだろう。ああ、やっぱり一発食らうとダメだ。二発目は耐えれない。どうだ。あ、いけそうね。素早さ圧倒してる、圧倒してる。 OK。 敵が2回攻撃は多分しないと思うんで大丈夫でしょう。あ、ミスった。あー、何やってんの。 OK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 。 こりゃ勝てるわ。なるほど。これを見る感じ、トゲニャン入れずに、トゲニャンとかじゃなくて、タンクだね。タンク入れるわけじゃなくって、もう宝石系で固めて戦っていくのが一番いいか。あ、エメラルニャンだ。エメラルニャンで固めていくと、楽勝だったよね、確かね。回復もしてくれるし、攻撃をしてくれるんで、あれが一番最適性か。あ、でも倒すのが遅いの。まあまあ、確かあれは放置だけで勝てるっていうコメントがあったような気がするんだよね。いや、必殺技させる前に、いや、するな。必殺技はする。でもまあ、仕方ないでしょ。食らうには食らいますよ。こっちだったらね、やっぱり3分以内では倒せるんじゃない？いや、あんまり変わらんか。トゲニャンでもそんなに変わりはせんかな、速さ的には。でもこれが安定して倒せるかもしれないね。速さで圧倒して、もうずっとこっちのターンみたいな感じでやっていくのが簡単だね。でも、もう失踪でしょ。あ、もうちょっとだよ。もうちょい、もうちょい。なるほど、これは早いわ。うまいこと全員にね、取り付きをかけてくれて、一気に畳み込んだ方がいいけども、まあそういううまいことはできないね。うん、いけた。打つ前に倒した。やっぱりこのパーティーが最強だね。うん、コンピューター戦ではこれが最強っぽいですね。はい、ということで、今日は宝石系6体入れてクロウに行きました。多分去年もこれやったような気もするけどな。うん、やっぱこれが安全っていうか安定する。
もうどこでもこれでいい。もう結論ね、結論そうです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。